ニュージーランドでは万能薬として知られるマヌカハニー。風邪予防だけでなく乾燥肌対策にも使われています。マヌカハニーの抗菌・抗炎症作用で得られる三大効果と日本で購入できるマヌカハニーのおすすめ商品もご紹介します。ニュージーランド原産の蜂蜜マヌカハニー。ニュージーランドではメディカルハニーとして健康維持に使われています。その理由は抗菌・抗炎症作用でマヌカハニー特有のメチルグリオキサール MGO という成分にあります。マヌカの花蜜に含まれるジヒドロキシアセトンという成分が蜂が蜜を作る過程でできるのです。 MGO には細菌やウイルスの増殖を抑える働きがあり、風邪や虫歯、歯周病の予防、喉痛の緩和への効果が期待できます。胃中のピロリ菌を減らしたり腸内フローラを整えるという研究結果もあるほどです。保湿効果が高いことからスキンケアにも使え、切り傷や火傷のケアに用いられることもあるようです。ニュージーランドでは品質に基準が設けられ、 MGO 量が多いほど抗菌効果が高くグレードも上がります。しかし人為的に MGO が添加された事例が出てきたことから、マヌカバナミツに由来するレプトスペリンという成分の量が新たな基準値として注目を集めています。マヌカハニーの3つの抗菌・抗炎症成分、健康効果の元となる主な成分は3つ。 1. メチルグリオキサール MGO 2. メチルシリンゲート MSYR 3. MSYR の配糖体レプトスペリン。 MGO には抗菌作用がある。レプトスペリンと MSYR には炎症性酵素の阻害活性がある。マヌカハニーとはニュージーランドに自生する太ももかの低木マヌカの花蜜から取れる蜂蜜のこと。マヌカは先住民族マオリの言葉で癒しの木を意味する。昔から薬として用いられ、地元の登山家は山に入る時に必ず携行するという。マヌカは樹高3から4メートルの低木、クリスマスの時期に一斉に白い花をつける。葉はお茶、精油に使われる。マヌカハニーの三大効果。 1. 保湿作用で乾燥肌対策に。マヌカハニーは保湿効果が高くスキンケアにも使える。顔や手の乾燥が気になるときはホホバオイルやアルガンオイルなど植物性オイルに加えてパックすればしっとり潤う。唇の皮むきには一塗りでツルツルに。 2. 虫歯・歯周病の予防・口内炎ケア。虫歯菌や歯周病菌などの増殖を抑える。朝の歯磨き後にマヌカハニーウォーターで口をすすぐといい。口内炎にはマヌカハニーを直接塗れば治りが早くなる。 3. 風邪予防に効く。 MGO には風邪やインフルエンザのウイルス増殖を抑える力があり、風邪予防の効果が期待できる。また、喉の痛みを緩和する働きがあり、風邪の治りもサポートしてくれる。喉の痛みには、コップ1杯の水にティースプーン1杯弱のマヌカハニーを溶いたマヌカハニーウォーターを飲もう。1歳未満に食べさせるのは NG。 他の蜂蜜同様、マヌカハニーも1歳未満の乳幼児には与えないこと。 9. どんな商品を選べばいい。 A. グレードは UMF5 プラスで十分、食べやすいものを。購入するなら認証基準のあるものを選ぼう。例えば UMF は MGO、レプトスペリンなどの含有量によりグレードが数段階に分かれる。グレードが上がるほど価格は高く、味の癖も強い。健康維持なら5プラスでも効果は十分。味も食べやすい。マヌカハニーのグレード、代表例。UMF は UMF ハニー協会による。同会ではメチルグリオキサールを MG と表記。MGO の数値はマヌカヘルス社の参考値。
マヌカハニー3製品を紹介。直輸入した 100% ピュアハチミツマヌカハニー MGO100+。 農薬を使わず自然に育ったマヌカの花蜜を使用したピュアなハチミツ。 MGO は 100mg 以上キログラム含有。食べやすい味でマヌカ初心者におすすめ。マヌカハニー UMF5+。 マヌカハニー独特の癖が弱く、あっさりした甘みで初心者でも食べやすい。 MGO 83mg 以上キログラム含む。品質にこだわり、手に入りやすく、風味もしっかり。マヌカサウス、マヌカハニー UMF15+。 品質管理にこだわって製造されたマヌカハニー、輸入食品専門店などで購入できる。 9. ハチミツとの違いは。 A. マヌカハニーには抗菌・抗炎症作用が。普通のハチミツにも抗菌作用はあるが、その働きは過酸化水素によるもの。マヌカハニーに特異的に含まれる MGO の方がより抗菌作用が期待できる。またマヌカハニーには抗炎症作用も報告されている。さらに普通の蜂蜜と比べてビタミン B 群なども多く、ニュージーランドでは疲労対策にも使われる。いかがでしたか？ニュージーランドの家庭薬ともいえるマヌカハニー、風邪対策に役立ちそうです。